本日は7月12日ですね。朝6時の相場解説をしていきます。これが、デイリーなんですが、でも、常にね、この相場を見るときは、大きな時間軸、デイリー、そして4時間、1時間というふうな順番で見ていくといいと思います。大きな時間の流れから見ていきますね。デイリーの方、これ1月3日のヒゲですけども、ここから、こういうふうにね、手応えを伸ばしていって、現在を測るということでございます。今は、こちらを抜けて、こういうふうな、上昇トレンドに入っているというふうな解説をしていますよね。で、それまでは、こう M の字を書くようにね、動いてきたんだよということでございます。毎日相場解説してますんで、この今ね、チャート足、一本一本に私の解説が含まれていて、今半年経ってるわけなんですけども、1月3日がね、こちらの丸ですね。うん、ここの時に私が、売りですよ、売りですよ、売りですよって言ってて、売りで取った方、売りでエントリーをポジション持ってた方、このズドーンで、大きくね、利益を上げれるというところだったんですけども、懐かしいですね。はい。で、今はこちらなんですけども、どうですかね、また上昇トレンドに向かっているというところでございます。で、最後の、今見えている、これですね、大きな、下の、このなんですか、トンカチみたい、カラカサみたいに、下に大きく、ヒゲを出して、チャート足ができてますよね。これがミソなんですよ。要するに、大きく下がったけども、瞬間取り戻して値を上げてきたということですね。で、この上げたところを取るってことなんですよ。はい。急落したところが、ここから始まってます。これ、ドカーンとね。これ中丸トレーダーがここ取ったということだったんですけども、私はね、ちょっとね、これ取れなかったんですよね。やっぱりさすが中丸トレーダーですよね。だからここで停滞していて、私の場合は買いトレンドで見てたわけなんですよね。買いで。で、ここではポジション持ってない瞬間だったんですけども、ポジション持ってない瞬間、もしくは一旦決済しましょうねと言って決済していただいた、その数時間後にドカーンという波に来ましたよね。で、その時に、私が、それでも買いなんだと言ったのは、下がったということはどっかでまたね、戻るわけなんですよ。だからそこを狙っていきましょうねってことなんですよ。中丸トレーダーは、取ったということをね、公開してくださいましたけども、だからこそ私は次のチャンスを待つんだよっていうふうにコメントで書いてました。次のチャンスってのは要するに、トレンドの方向にまた戻っていく瞬間をエントリーポイントとするってことなんですよね。一回、私は、ここがエントリーポイントかと思って、ロスカットを食らってます。ここです。ここがエントリーポイントと思って、ロスカットを食らいました。見えにくいですね。で、もう一回、ドーンと下がって、入っているのが、ここだったんですけどね。かなりここから、今は急回復してきました。ではですね、どこで入ったかということをちょっと、解説していきますね。それが、これです。見てください。昨日、Facebook の記事にあげましたけども、この、大きなヒゲを出した、陰線です。ここなんですよね。入るべき場所は。一応、ちょっと上に上がるのを確認してなんで、入るのは107円の、90何がし自体。っていうことになりましたけども、私が実際にね、エントリーしたのは108円を超えてからです。108円の004あたりでエントリーして、ですから、このあたりでエントリーして、で、一旦ね、N を書いて、N を書いたところでもう一回上がるという、この N 波動ですね、こちらの方をゲットしているということなんですけども、この図はですね、昨日の夜の図です。で、現在の1時間足はこうなってます。ちょっとややこしい説明ですいません。結局ね、こう上がって、こう N を書いて、ここっていうところをさっきお見せしたんですよ。で、現在はここまで上がってますよね。ほら、N ができたじゃないですか。で、ここを私は次のチャンスを待ちますっていうふうにコメントしたわけなんですよ。中村トレーダーはここから取れたということなんで、これは私にはできないところですよね。こういうふうに上がっていって、徐々に上がっていって、さらに買いを意識しているところで、下に下がるっていう発想はなかったですね。ファンダメンタルっていうのが起きたそうなんですけども、私はファンダメンタル読めないんで、
ここでエントリーもししていたらロスカットを食らってですね、で、実際にロスカットを食らったのはここですけども、上がると思ってこういうふうにいくと思って上がらなかったんでロスカットをここでも食らいました。でここでもエントリーした時もロスカットありきだったんですけども、ロスカットが出ずに、あ、じゃあこれが本流だなと思ったんで入ったということですよね。さあそういうふうになってちょっとリアルタイムチャート見てみましょうか。あ、現在が108円の469ですね。ちょっと前に見た時は108円の52何がしだったんで、うん、あ、ここですね、このすいません、ここのヒゲを出したところで私が今朝は確認しました。だからヒゲを出して下がった時に決済ということなんで、決済した直後にこの動画を撮ってるかなってところなんですよね。ご覧のように V の字を書くようにしてですね、急回復してきてるところが見えるんではないかなと思います。大きくね下がっていった108円の945あたり、ここから入るのは難しいと、中村トレーダーレベルじゃなくてできないと思いますけども、だからこそ今度は V の字を書く曲がり花を狙いましょうということで、私はコメントを書かせていただいて、108円をちょっと割ったあたりでね、エントリーする準備をして108円の005あたりでエントリーするポイントを見つけたということでございました。で本日の相場解説は以上です。これからどうすればいいかということですけども、やっぱりトレンドの方向が買いなんで、買っていく、買いエントリーをしていくところを引き続き探していきます。もう一段階買われてですね、108円の945から109円台の方に向かうと私は考えております。ではエントリーのポイント間違えないように、一旦様子を見ながら、今のチャート足が動くようでしたら15分いってみましょうか。これが今横ばいになってますけども、これがまたね動くようでしたらそこでエントリーをしていこうと思います。多分ねこれ買いの方に午前中に入ると思いますよ。